たたちさ、今からうち来てさ、ケーキ食べない？え、ケーキですか？うーわ、大好き、無限に食える。あ、私ケーキ屋で働いてます。え、そうなの？あ、そうか、だからマサのやついつも毎日ケーキたくさん買ってくるんだ。ろくに食いもしないくせにさ。え、そうなんですか？そうだよ、あいつはいつも丼飯に味噌汁ぶっかけてんだから。本当にそうなんだ。つまりマサヤの目的はケーキじゃなくてふうちゃんってことね。元木くん？いや、久しぶりだな。まだジャムパン食ってんのか？いや、あれは子供の頃の話でして、今は…俺、今でもジャムパン食べてますわ。あれ？元木くん、その果てしなくデンジャラスなもの持って何するつもりっすか？なんて…昔さ、団地でお前のこといじめると苦情が飛んできたよな。こうでもしねえとさ、苦情のやつ俺の方向いてくんねえんだよ。やばいわこれ。おお、悪い悪い。じゃもうお袋に呼び止められちまって。ジャム、おい、おい、どうした？